皆さんこんにちは。ボーイズグループライズの活動休止中だったスンハンが先日グループを脱退することが発表され話題になっています。今回はスンハンの緊急脱退について紹介していきます。2024年10月11日スンハンがライズに復帰することになったと電撃発表がありました。この決定に対して一部ファンは反発、デモに乗り出すなど反発を強め、スンハン復帰は論理的にも道義的にも納得できない、ライズが現在位置に至るまで活動中断状態だった、スンハンが寄与したことは全くない、むしろ彼の存在は糸のようなものだったと見ても差し支えない、6人で成し遂げた成果を彼と共に共有することは納得できないなどの不満の声が多く上がっていました。他にも青春コンセプトにストーリーを展開していく中で、スンハン復帰は大きなイメージ失墜になるだろう、未成年者の元恋人とベッドキス写真を撮るなど性認知感受性が劣るメンバーの復帰がライズのイメージに打撃を与えるということだ。スンハン復帰で一つのチームとして共にする6人のメンバーが健康な環境の下で活動できるかが心配だ。メンバーを盾に使用しないでほしいと SM エンターテインメントへの批判コメントもありました。さらに新たな暴露も上がってきているといいます。それはファンコン初日当日の夜明けに酒を買う姿を捉えたとされる写真で、写真をアップした X ユーザーは初日の5、4夜明けに友達の男1人、女2人と一緒にビール、酒類を買っていったのは誰？あるパーティーで1次会を終えて家に帰ってまた2次会のお酒を飲んでいるように見える、2時間後にまた1人で来てビール 1.6 リットル2から3本買ったの、活動中断期間なんだよねというコメントを添えて投稿していました。そんな中、ウォンビンは復帰についてよく考えた末の決断として理解を求めるメッセージを発信していました。ウォンビンは13日ウィバースを通じて、この間スンハンが帰ってくるのかどうか、なぜ早く確実な答えを与えないのか、ブリズもそのような考えを当然たくさんしたと思う、私たちもスンハン、そして会社と本当に長い間多くの話を交わしてきたと明らかにし、続けてそのようにメンバーたちが一緒に考えてまた考えて深く悩んだということだけは必ず知ってほしい、この分がブリズの心配を完全に減らすことはできないが、混乱した心に少しでも慰めになればよいと語っていました。さらに、ブリズがいないライズはない、だから今までのようにいつも温かい視線で見て応援してくだされば大きな力になると思う、今後もライズがブリズの誇りになれるように変わらず努力すると約束すると伝えました。また復帰発表があった日、全メンバーがスンハンの復帰に反対、復帰が不発に終わったとという内容の記事が上がっていました。その記事の6時間後に SM エンターテインメントは復帰を発表、これについて韓国メディアでは SM によるメンバーの気持ちを考えない独断専行ではないか、所属事務所で内紛が起きたのではないかとの声が上がっていると報じられていました。スンハンはデビュー前から暴露を発端とするスキャンダルが続出、2023年8月末には女性とのキス写真がネット上に公開、ライズは2023年9月4日デビューですが、こちらは2023年8月28日前後に流出してしまったためファンは騒然となりました。8月30日に SM エンターテインメントとスンハンより謝罪文が出され、ライズは無事デビューとなりました。ファンにとってはショックな写真でしたが、デビュー前のものであることや謝罪文が早めに出されたことで当時はスンハンを擁護する声も多く聞かれていました。また10月にも私的な院内配信映像が流出し、彼女と院内疑惑が浮上、当時 SM 練習生であったスンハンが裏アカウントでインスタライブを行っていたことでプロ意識の欠如を指摘する声が相次ぎました。さらに院内ではルセラフィムのメンバーのウンチェのことをウリウンチェ、俺たちのウンチェと話し、一緒に MC をした先輩のスビンに歌もラップもできないのになぜウンチェに会っているのかと話す内容だったそうで、足の中指を立てる様子も映っており、アイドルらしからぬ行為だと炎上しました。このスンハン自身の過去やプライベートだけでなく他のアイドルを巻き込んでしまったことで炎上がファン以外にも広まってしまいました。11月には T×T スビンとのプライベート配信も流出したすぐ後に歩きタバコ映像も登場、スンハンの日本での路上喫煙写真はおそらく2022年8月頃の写真ではと推測され、未成年者なのに喫煙をしていたとも言われており、現在は未成年喫煙の疑惑も出ています。この相次ぐ暴露を受けて
SM エンターテインメントは昨年11月末、スンハンは最近ソーシャルメディアやオンラインを通じて私生活に関連した問題が無断で流出拡散されたことにより、チームやメンバーだけでなくファンの皆様にも失望と混乱を与えてしまったことを深くお詫びし反省しています。その結果、スンハンは負担と責任を感じ、深く考えた結果、チームのために活動を休止する意思を表明した。弊社としてもこのような状況で活動を継続するのは無理があると判断し、チームやメンバーにこれ以上の損害を与えたくないという本人の意見を尊重し、無期限の活動休止を決定いたしました。したがってライズは今日22日からスンハンを除いた6人のメンバーで活動することになりました。急な事態ではありますが、アーティスト本人と慎重に話し合いを重ねて決定いたしました。デビュー前から所属アーティストの管理を怠ってきたことに対し重大な責任を感じております。ファンの皆様に改めて深くお詫び申し上げます。しかし現在無断で流出配信されている動画や写真はデビュー前の練習生時代にプライベートな時間に撮影されたもので、出典が特定された動画を使用した画面キャプチャを使用するなど意図的な二次編集により誤解を招くように何度も転載されていました。また動画や写真の不正流出者配信者は存在しないメッセンジャーの会話や悪意ある手法を用いて事実と異なる虚の情報を捏造し、事実と異なる捏造歪曲した情報を拡散させています。彼らはアーティストに対して重大な名誉毀損行為を続けています。また不正流出配備によるアーティストへの名誉毀損だけでなく、サイバー犯罪や脅迫など様々な不法行為に対して特定の人物に対する追加の法的措置を検討しております。当社は今後もアーティストの保護のために最善を尽くしてまいりますと無期限の活動中断を発表していました。また当時スンハンもウィーバースに謝罪の手紙をファンに向けて公開しており、私は過去の私の不注意な行動が今多くの人々を傷つけていることをよく知っています。私は心から自分自身を反省しています。私と RIZE のメンバーをサポートしてくれたファンに謝罪したいです。私は自分自身とこれまで以上に一生懸命働き、やるべきことに集中すべきだった時に多くの損害を与えたという事実を深く反省しています。私はより良い人になれるように反省し、自分自身をより深く見ていきます。もう一度メンバー、ファン、スタッフに謝罪しますとコメントしていました。そしてライズ復帰が発表されてわずか3日後の13日、所属事務所 SM エンターテインメントのウィザードプロダクションからグループを去ることが発表されました。事務所はグループの公式 X 旧 Twitter にアップした1通の書面を通じ、まず先日11日にお伝えしたスンハンの復帰発表により、ブリーズの皆さんに大きな傷と混乱をおかけしたこと心からお詫び申し上げますと謝罪。ライズ6人のメンバーが最善を尽くして成し遂げた成長と、その過程で最大の力となったブリーズの皆さんの応援、ライズとブリーズの皆さんが一緒にした時間の大切さを最優先にできず、プロダクションの立場を優先してしまったことについて特に申し訳ない気持ちですと明かし、私たちはスンハンが過去の過ちを悔やんで復帰し、ライズがチームとして一段と成長する姿をお見せしたら、アーティストとファンの皆さんにもっと大きな幸せを届けることができるのではないかと考えて、長時間悩んで下した決定でしたと復帰の決断に至るまでの経緯を説明し、復帰発表を踏まえファンの皆さんが送ってくださる意見と反応を一つ一つ振り返ってみると、私たちの決定がむしろファンの皆さんにもっと大きな混乱と傷だけを差し上げたことに気づきましたと反省。同時にメンバーたちとファンの皆さんのために本人がチームを離れるという意思を明らかにしてきました。私たちはアーティストの決定を尊重し、スンハンがライズに合流ではなく脱退をするようになったことを申し上げますと、スンハンの意思でグループを脱退することを明かしました。そして今後スンハンが自身の才能と夢を発揮できるようにサポートする予定です。そして何よりもデビュー以来ファンの皆様を思いながら一途に最善を尽くし、誰よりも多くの悩みを抱えて毎瞬間努力し、今のライズを作ってくれた6人のメンバーたちにも困難と混乱を与えてしまったことを心からお詫び申し上げます。今後もライズのメンバーが一段と成長できるようあらゆる面で全力でサポートさせていただきますと、スンハンと6人のメンバーに寄り添い、ウィザードプロダクションは今後全てのことに慎重を期し、
ライズとブリーズの皆さんが一緒に幸せになれる時間が長く続くように努めますと結んでいました。またスンハンも直筆手紙をアップしており、私の活動復帰に対して多くの方々が深刻に考えていることを知り、私も深刻性を認知している。メンバーたちと会社にあまりにも被害を与えるのではないか。愛されるべきライズというチームに果たして私が共にしても本当に大丈夫なのか、深く考えてみると心配と申し訳ない感情だけが浮かび上がったと切り出し、続けて、それで私がチームから出るのが皆のための道だという気がした。ファンの方々にもこれ以上の混乱と傷を与えたくないし、メンバーにもこれ以上被害を与えたくないし、会社にもこれ以上被害を与えたくないと綴っていました。いかがでしたでしょうか。今回はスンハンの緊急脱退について紹介していきました。急遽スンハンの脱退が決まったライズですが、今後の活動も頑張ってほしいですね。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。